昨年の冬季会は、つくば市子ども議会という名称で開催されていました。私たち中学生は、つくば市の未来を担う存在であると認識しており、この場を借りて、つくば市の現在、未来への提言をプレゼン、質問を通して行いたいと考えております。定速数に達しておりますので、ただいまから平成26年度、つくば市中学生未来議会を開会いたします。これから自然と都市の調和を生かした都会の中を意識した街づくりについてのプレゼンを始めます。私たちの住むつくば市が日本一住みたい街となるためには、自然と都市の調和が取れた都会の中を意識した街づくりが大切と考えます。3つの提案をいたします。1、スポーツ教室の開設。2、食事をする場所の設置。3、アスレチックパークの開設などです。私たちはより多くの人たちが安全に楽しく利用できるような施設にしていくことを望んでいます。特に皆さんのようなお子さんから高齢者、障害者まで含めて、全ての方々が利用しやすいこの総合運動会を利用することによって、地域の活力、活性化をさらに促すような、そういう施設として整備していきたい。筑波さんを代表するような大変素晴らしい自然がある。こういう地域はやはり筑波ならでは。私たちが歩む道において、なければならないものというのは実にたくさんあります。しかし、これらを身につけるためには、それらから転換を図り、知識を主張へとつなげて、それを発展させなければなりません。筑波山検定は、6、7年生と NPO 団体が協力しました。筑波山検定は、地域の方々をはじめ、市外、県外の方に筑波地区の良さに興味を持ってもらうのが目的です。ディズニーアカデミーでは、ホスピタリティについて学んできました。安全性、礼儀正しさ、小、効率、この4つの鍵がディズニーランドを支えています。筑波と東京のユニバーサルデザインの視点の違いを知ることができました。私ども、3学年、共通の提言という形で質問をさせていただきます。まちづくりコーディネーターを配置ということであります。つなぎ役となる方、配置をぜひご検討いただきたいというふうに思います。また、皆さんの活動については、筑波の学びや司法筑波、それから外部プレスへの活用等を通してですね、紹介をしております。私たちが考えたことに対して、市の人たちもしっかり考えてくださっていることが分かりました。将来はもっと中学生が前に出て、こう引っ張っていけるような市になると思います。筑波市の今後の取り組み方とか、また過去の改善点などが聞けてよかったです。運動公園のことについてちょっと興味があったんですが、運動公園に、障害者や高齢者のための施設ができると聞いて少し嬉しかったです。やっぱり緊張しました。でも、この先この議会でつくば市が良くなってくれるならそれでいいなっていうふうに私は思います。実際この議会でみんながこう知恵を絞って提言してくれたことを、実際に時間をかかってでも実践してくれたら嬉しいなと思います。何卒お市の皆様におかれましては、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。